アミール・エザットさん、カイロのレクソー・ダラブカ奏者ですね、オペラハウスの中でも演奏してるんですけど、の作ったモザイク柄のレクで、魚側のレクですね。これナマズですね。でこれは多分エジプトとかのスタンダードとか伝統的なタイプだと思うね。モザイクがあって、やっぱ使いやすいですね。さんのモザイク柄のプラヘッド、しかも分厚いのでやっぱそういう太い音がします。エミンっていうトルコのメーカーの本革のレクですね。まあのはい、結構軽いです。あと薄いですね。こいつはシャーになるんですよ。だからこれとか使えるんじゃない？はい、これはハニーベダールさんですね。あのレック奏者のハニーベダールさんが作ったもので、ハニーさんもカイロかな。で、あの24センチ、ちょっと普通のレックよりでかいんでしょ。あれ、うん、ちょっとでかいですね。初めてちゃんとしたレコを買った
時のものですね。これは、エルファンというメーカー、のエジプトのエルファンというメーカーのレクなんですけど、この金物は後で交換したものなんですけど、まあ、これも、エジプトのエルファンというメーカーのものです。でこれを一時期そのナハレっていうよく俺が使ってるレクにもつけたりもしてました。はい、失敗。ヤルシンカやパーカッションというとこのものです。レクですね。あのトルコで多分結構コパーこういう材質のジングルが流行ってるみたいですね。で結構音がでかいです。で一応このメーカーのインナーチューニングっていうんですか、あの、そうか今のところこれか、こういうチューニングのボルトが外に出てないものもあるんですけど、そっちは結構かなり繊細に作られてるんですけど、このメーカーのアウターチューニング、こういうチューニングのレクに関しては急にあの、コビを売らないというか、重い、でかい、きつい、鳴らしづらいみたいな。まあでもパワーがある、すごいこうジャジャウマ的なレクですね。バシバシ。5、6年使ってますね。もうだから爪の跡でもポロポロになってますけど、レバノンのナハレさんが作ってる、エリアスナハレさんが作ってるレクで、サイズはまあ一番スタンダードな 23cm に白ヘッド、白のプラヘッドですね。インナーチューニングで、このナハースジングルに関してはあの最近届いた一番最新のナハースをこっちに付け替えてます。使ってるサーダーパーカッション、トルコで流行ってるコパーのジングルなんですけど、コパーって結構重たくて鳴らしづらいとかあるんですけど、これに関してはすごくタッチに繊細に反応してアタックと鳴りのバランスがよく、あのガシャーンって鳴らないんですよね。こう綺麗になります。なるほど、非常に使い、あと絶賛してるけど、ここが当たりの角度が絶妙で、あといわゆるレインフォースメントってやつなんですけど、ここねからあの軽さとパワフルさを両立してるタイプですね。
ないからこうつい振っちゃうけど。奏者のもうだからねかなジングルあるものとして扱っちゃう、ね、まあこういったもので、これは実はチューニングできるんですけどね、違うから。これはシュラグベルグ、あのカホンで有名なメーカーの出してるシュラグベルグシュラグベルグのフレームドラムですね。でさっきこのこいつも使いましたけど、そもそもあのフレームドラムなんですよ、あのタンバリンたちっていうのは。こいつらもタンバリンっていうのはフレームドラムの一種で、フレームドラムってのはこういう枠太鼓、片面枠太鼓のことなんですけど、もちろんサイズの違いとかはあるんですけど、基本的にフレームドラムの技術は結構使えたり使えなかったりすることもあるけど、とにかくこれの仲間って認識、まずフレームドラムっていう存在をすると知るとタンバリンっていう楽器の見方ももしかしたらちょっと変わるかなっていうところですね。まあ普通は手に持って叩いたりとかで、まあ左手に関してはこうもなんかもう右手だけで叩くやつもあるし、あるしこう、まあ、こういう風に叩くのもあります。でもっといろいろあるんですけどね、こう中にジャラジャラついてるやつは振ったりとかいろいろあるんですけど、これは足に挟んだりもできるし、あとはこういう叩き方ですかね。ああ、膝がちょっとここでいらっしゃる。まず人間の手がすごいっていうことを知っていただきたい。あの結局あのなんだろう、フレームドラムのスキルとかっていうのは多分なんですか、まあ、パーカッションとか全部そうなんだけど、手で叩くじゃないですか。手で叩くってことはで、まあ、あの楽器によってこう適切な奏法を操っていくわけなんですけど、あの楽器に手が対して手が変化している。で技術ってのはやっぱ楽その楽器を鳴らすための好きなんですけど、結局そういう手の動きができることになるっていうことなんですよね。だからもちろんなんないけど、あの別になんだっていいんですよ。だからあのシンプルな楽器をまずでできることは実は意外といっぱいあったり、可能性は意外とあるっていう話ですね。あとコントロール幅とかもあるし、それにプラスアルファで音楽的な、ね、アプローチだとかいろんな要素が混ざってくる。意外とやっぱね、あらゆる楽器が面白いという話ですけど、